米国メネソタ州、ダルースで猛吹雪、2007年3月。吹雪は、強風で地表に積もった雪が舞い上がると同時に、雪が降っていて視定が悪くなっている、気象状態。激しい吹雪が起こると、雪が視界を遮ったり、太陽光が遮られたりし、見通しが効かなくなったり視野が真っ白となったりする。極端な場合には、視界全てが真っ白なホワイトアウトと呼ばれる状態になる。 見通しが効かないので、自動車や鉄道、飛行機など、交通機関の通行、運行に多大な影響が出る。吹雪が起こる地域ではこれを防ぐため、道路などの脇に防風林を設置して、雪が道路上に舞い上がらないようにしているところもある。北海道などの寒冷地の鉄道では、線路上に雪が積もらないよう吹き飛ばすための防雪棚が線路脇に設置されている。 建築物や地形、積雪などの風下側では、風がよどみ舞い上がった雪が堆積し、これを吹き溜まりと呼ぶ。気候条件によっては、短時間に多量の雪が堆積することがあり、前述のホワイトアウト現象と共に起こることが多く、注意が必要である。また、冬は晴れていても日照時間が短いことに加え、吹雪によって太陽光が遮られると、朝は 遅くまで夕方は早くから暗くなってしまう。なお、風雪とは季雪の有無にかかわらず強風で雪がをおこなぐりに降っている気象状態を言う。地吹雪2004年3月カナダにて地吹雪の風を路面に当てることによって着雪を緩和する吹き払い作く地吹雪は積雪の表面にある雪粒子が風で飛び跳ねながら移動する現象を言う。 自吹雪になった場合、自吹雪の発生地点から200メートル付近までは、風色域で、積雪芯が増加するが、それより遠くなると平行状態の平行域となり、さらに350メートル遺影では、大雪域となる。自吹雪は、平野部や山間部に近い平地などの平坦部、または山間部で、沢風や谷風の吹き上げる沢や谷に沿った地形で、発生しやすい。 青森県御所川原市金木地区では、町おこしの一環として、地吹雪体験ツアーが行われている。国際式天気図の天気、吹雪の場合には、雪と考えてその状態を表す記号を用いる。地吹雪の天気記号日本式天気図の天気記号では、地吹雪により、指定が 1km 未満になっている時に限り、天気が地吹雪とされる。吹雪の場合には、 豪雪があることを優先するので雪とされる。ただし、雷を伴う場合は、優先順位によって異なることがある。ブリザードは、もともと北アメリカ大陸にあった方言で、風速が毎秒15メートル以上で指定400メートル以下の状態が3時間以上継続する気象状態を言うが、日本では猛吹雪や暴風雪の意味で使われることが多い。南極の昭和基地においては、 指定 1km 未満、風速秒速 10m 以上の状態が6時間以上続いた時をブリザードとしている。また、以下の基準でブリザードの規模を分類して外出制限などの基準としている。ありがとうございます。